こんにちは、さあやです。今日はですね、ここビューティーアート専門学校に来ています。ここでは美容に関することをトータルに学ぶことができます。はい、で今日はね、この後ウェディングブライダル専門学校にも行って、憧れの花嫁体験をしていきたいと思います。めっちゃ楽しみです。というわけで、今からブライダルメイクをやってもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。在校生の、ね、方にやっていただきます。今回ブライダルメイクってどんな感じのテーマですか？可愛さを生かしつつ、普通で撮っても光で飛ばないようなしっかりとしたメイク、しっかりめの、はい、オープンキャンパスに来た時に、はい、先生と生徒の距離がすごく近くて、でも先生とはすごい仲良しみたいな。超仲良しです。私ヘアアレンジが苦手で、参考にさせてもらってます。なんかでも結婚する前になんか言われて、ああ言いますよね、本気みたいな。そう、みんな言ってました、授業の時。後ろを編み込みして、サイドをロープ編みにして、すごいゆるふわな感じに作ってます。2人は同じクラスですか？学科が2個あって、美容科とトータルビューティー科があって、2人ともちょっと別々なんですけど。トータルビューティーっていろいろあるんですか？そうですね、エステ、ネイル、モデル、メイクの、すごい、いろいろ4つから選べるんですけど、美容に関することはほとんど、なんかいろいろ学んだ時に苦手だなみたいなのとかありますか？私はヘアアレンジが苦手です。筆記的な、筆記的な感じが。皮膚の勉強もしたり、あと、そうか、そういう美容とかもするので。あ、じゃあもう化粧水とかの裏に書いてある成分表とか。そうです。はい、というわけでですね、今ヘアメイクが完成しました。後ろは、あーすごい、見て、リボンがね、ある。すごい、自分じゃこんなできないからね。どうしよう、ね、めっちゃ可愛くないですか？フリフリなの。ベールもなんか短いのから、こうやってキラキラついてるやつとか、リボンとか、まあ、いろいろ種類があるんですよね。どのティアラが似合うかな、ちょっと今ね、大きいやつとかちっちゃいのとか、色もゴールドだったりシルバーとか、ね、いろいろあるんですよね。ウェディング&ブライダル専門学校では、校舎の中に本格的なチャペルや披露宴でね、使用するバンケットルームがあって、実践的にね、学べる環境が整ってるみたいです。すごいですよね、本当に本格的。というわけでですね、今日はウェディングドレスを着て花嫁体験をしたんですけども、こんなね素敵な体験をさせていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。すごくね楽しかったです。ビューティーアート専門学校とウェディング&ブライダル専門学校は全国にありますので、動画の下の概要欄からぜひぜひチェックしてみてください。というわけで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。さやでした。バイバーイ。